カモジャマスです。今日はフリスクボール日本代表の方と対戦をさせていただくために、杉並区の英福町体育館にやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、プロソフトテニスプレーヤーの船水優太です。フレミーです。よろしくお願いします。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 フリスクボール日本代表やってます。五十嵐康夫と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フリスクボール日本代表の赤塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。初めてフリスクボールをやらせていただくんですけど、まさか日本代表の方といきなりやらせていただけるなんて、そんな大したもんじゃない。もうちょっと いきなり失礼かなと思ったんですけど、オファーをさせていただいてお返しいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そのフリスクボールのことが僕はお恥ずかしいこと何も知らないので、今回そのフリスクボールのご紹介と、はい、あとのルールとか、はい、どこが発祥なのかとかいろいろ教えてもらってもいいですか。はい、でそれで技術的なところのご指導いただいた後にゲームを一回やってほしいなと思います。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴー。レッツゴー。これから僕らもちょっと実際にやらせていただきたいんですけど、まず持ち方とかラケットの特徴みたいなのも教えてもらってもいいですか。はい、ラケットが、まあ、カーボンだったり木だったりいろいろあるんですけど、共通して言えるのが持ち方なんですけど、基本的には親指と人差し指がちょうどこのラケットの線の真ん中に来るような位置ですね。コンチネンタル。コンチネンタル。テキストだから。コンチネンタル。ね、な握りで持つ人が基本のほとんどでして、まあ、そこからちょっと浅めに持つ人、深めに持つ人、その辺は人それぞれだったりするんですけど、でボールがそのちょっとゴムなんですけど、そんなに多分軟式テニスのボールよりは硬いです。硬いですね。で押せば潰れるなって感じ。実際にこの前打ってる時は写真で見るとよく分かったりするんですけど、結構潰れてたりするぐらい、ちょっと潰して押すぐらいのアタック打つ時は特にそんな感じだったりします。じゃあちょっと実際にこれからちょっと一回やらせてもらっていいですか。やりましょう。お願いします。お願いします。Let's go! Let's go! Let's go! フレスコボールは2人1組になって、このラケットとボールでラリーを続けるスポーツになります。でその2人で打ち合うんですけど、その2人は敵同士じゃなくてペア同士になります。ペア競技ですね。でもともとブラジルのコパカバーナで1945年に発祥で生まれまして、ポルトガル語で夕涼みスポーツっていう意味で、夕方にやるスポーツだったんですよね。で日本には7年前ぐらいにフレスコボールがやってきまして、5分間の中で7メートル離れてラリーをするんですけど、その中で、まあ、ラリーを1回打てば1点っていう感じで、いろいろ加点項目があって、強く打つとさらに加点になったり、落としたりすると減点されたりするっていうルールになっていて、ちょっと採点競技になってまして、はい、そこでなんか股抜きショットだったり、なんか背面のショットだったり、バックアタックだったり、はい、なんかいろいろとそういうテクニカルポイントを入れていくと高得点につながるんですけど、基本的には速いラリーをしていかにボールを落とさないかが上位進出の鍵になっています。基本的にアタックなんですが、はい、一応その受ける方は取りやすいところに返してくれるので、なんでやっぱフォアハンドで打った方が打ちやすいですよね。はい、そうですね。なんで受ける側はフォアハンド側にボールを返していただいて、打つ方はフォアハンドに来たボールを相手の、そうですね、バックハンド側に返すっていうのが一応フレスコボールの基本になります。いつもあれですね、相手の取りにくいとかしか打てないから、今日は思いやり。そうなんです。フレスコボールは思いやりのスポーツと言われてまして、その相手を打ち負かすことじゃなく、相手の取りやすいところ。なるほど、なるほど。はい、もう恋愛的ですよ。深い、深い。あ、めちゃめちゃいいっす。そうなんですよ。うまい。あ、めっちゃ。ナイス。
腰出して。相手が打った球よりも緩く返さないとポイントにならないというか、どっちがアタックを打ってるかが審判に分かりづらいので、相手がこうアタック打ってくれたやつよりもちょっと遅く返す、来た軌道よりもちょっと上の軌道で返すようなイメージで、この力加減が大事になってます。これです。いい感じです。ありがとうございます。あ、うまい。今のフレスコボールの中でそのアクロバティックなテクニカルポイントというのが2項目ありまして、1つはこの股抜きショットといって、この股の間でラケットをこうして打つショットで、もう1つはその背面からこうラケットを出して打つショットがテクニカル項目として、得点に認定されています。なのでちょっとそれをちょっと練習してやってみたいと思います。お願いします。で、また、はい、アイスナイス、はい、1、はい、また、ナイス、あ、1、あ、でもできますね、2、はい、また、おい、ラスト、1、うまい、2、できるっすね、もう1回、はい、1、お、背面も、あ、でも1、2、また、あ、うまい、1、2、うまい、おじゃ、持って、1、2、ごめんなさい、あ、いや、惜しい、背面もこう半身になって、あ、そうか、半身になる、やりに行こうとするとどうしてもラケットが触れて、あ、そういうことか、できるだけ引きつけて、このところ、体の横で当てるようなイメージ。なるほど、よしよし、はい、1、2、よし、あ、いいっすね、よしか、1、2、あ、惜しいです、ごめんなさい、僕の出しが悪い、1、2、あ、うまい、ナイス、1、2、いきます、お、うまい、お、めちゃめちゃいいじゃないですか、うまい、うまい、うまい、センスが、センスを稼ぎに行くタイプ、うまい、もう、余裕ですね、あれ、これいけるな、あ、でもいい感じです、いやいや、すごい、結構背面は、対戦をやらせていただいたんですけど、結果は